ルドルフ・メンゲルベルクルドルフ・メンゲルベルクはオランダの作曲家で音楽学者。当初はジュネーブやミュンヘン、ボンで法学を学ぶがライプツヒで音楽学に転じた。ヤンブラー派やフーゴリーマンに支持しピアノをオットー・ナイツエルに学んだ。1915年にイタリアの作曲家ジョバンニアルベルト・リストーリについての研究論文によって学位を取得する。最後に アムステルダムでコルネリス・ドッペルとおじのウィレム・メンゲルベルクに作曲を支持した。1917年にアムステルダムのコンセルトヘボーに所属し、1925年に芸術監督に、1935年に総監督に就任した。早くも青春時代に室内楽や歌曲を創作しておりなど、 バイオリン競奏曲作品18など多くの楽詞を手掛けたが、創作活動の中心を占めていたのは、レクイエムや平和のためのミサ曲、聖母愛称などの声楽曲であった。テノール独唱と合唱、還元楽のための武道つまみは、1928年にオランダ音楽奨励協会賞を獲得した。音楽学者としての著作に、マーラーデンや歴史的な研究所、 文化的な統一体としてのオランダがある。ありがとうございます。